のオリジナルベーシスト、ピート・エイが8月14日69歳で亡くなった。2ヶ月前、事故で生死に関わる怪我を負っていたという。同日午後、ロエのフェイスブックを通じ、アイコニックなベースプレイヤーで、UFO、ウェイステッド。最近ではザ・ピート・エイバンドの創設者だったピート・エイが亡くなった。彼は2ヶ月前事故で生命を脅かす怪我を負い、しかし、今日午前11時35分、UK 時間、それらの怪我に屈するまで懸命に戦った。彼の妻ジェニーが寄り添っていた、と訃報が伝えられた。A はフィルモグ、ボ、ビッグボルト、C、アンディ・パーカー、リーズ、と共に1969年 UFO の活動を開始。2008年に最終的に脱退するまでファーストの UFO1、1970年からメカニクス、1982年ハイステークス&デンジャラスメン、1992年からザ・モンキーパズル、2006年計16枚のスタジオアルバムを制作した。